始まりは、はい、はい、ということでね、はい、早くも2月ということで早い、はい、昨日なんか節分だったけど、みんな恵方巻きは食べましたか？なんか、おとつい番組で食べました。インスタにももぐもぐしてる動画上がってるんだけど、なんか結構こんなやつをね、ずっと、うん、食べてたの？ずっと食べて、あれ、無言で食べなきゃいけない。そう、無言で食べなきゃいけないんだよね。顔でずっと訴えながら食べてシュール。その後にデザートのクレープが来て、クレープ食べて。めちゃめちゃ食べてるじゃん。恵方巻きで結構お腹いっぱいになっちゃった。意外といけたんだよね。さすがだわ。皆さんは食べたんですかね？食べましたとか食べたって言ってる。うん、そうなのかな。ミュータはまだ食べてないのか。私ね、買おうと思って行ったら、やっぱどこにも売ってない。売ってなかった。なんかめっちゃ売り切れてて。売り切れてたの？今年めちゃめちゃ売れてないの？なんか売れてないよね。やっぱあれじゃない、おうち時間だからさ。まあ確かに、なのかな。でもそう、お仕事終わって夜遅かったからっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、売り切れてて食べようと思ったのにね、チッチーって思って、ね、ポンポン食べてないんですけど、あ、みんなもなんか食べてないと売り切れてたってコメントがあるの。結構売り切れてる人いる。びっくり。予約しないと買えないんだ。そんななの、そんなレベル。そうなんだ。じゃあ逆に運良かったのかな。私たまたまあったけど。あったの？うん、普通にたまたま、普通に行って普通に買えた。よかったね。よかった。なんかめっちゃ売り切れてて、売り切れてたの？今年めちゃめちゃ売れてないの？なんか売れてるよね。やっぱあれじゃない、おうち。